はい、どうも、ジャヌダルクですときで、今回も BF2042 やっていくんですけども、まあ、まずは無事ね、製品版正式リリースおめでとうございますってことで、まあ、通常のね、DL 版だとか、ディスク版がね、無事昨日かな、発売されまして、またね、ちょっと青い鳥が飛んでる SNS でもトレンド入りしてるわけなんですが、じゃあ果たして世間の評価は今どんな感じなのかと言いますと、結論から言うと、っていうか、まあ、SNS しかりね、まあ、YouTube 見てる人だともう耳にタコができるレベルで、まあ、聞いてることかと思いますが、まあ、いつも以上にひどい荒れ方となっております。まあ、いつも通りの BF やんってね、ちょっと笑っていただいたら幸いなんですけど、やはり BF2042 期待度がね、すごく高かった分、反発もすごいでかくて、まあ、今日本でも世界でもかなり荒れてる状況となっております。だからまあ新規のユーザーさんだとか、その Apex しかり BOCW などで FPS 界隈にね、新規参入したよって人からすると、何 BF ってそんなにひどくてやってられないゲームなのって思ってる方もね、いると思うんですよね。ただ今回はそうじゃないよと。確かに、まあ、まともにね、ゲームできないような、もうクソバグ、もうゲーム進行にかかってくるようなもうマジクソバグとかいっぱいありますけど、まあ、それも踏まえても BF なんだよって、おすすめだよっていう、だからこういう目的で買うならありっていうのを今回ねしっかりと話していくっていうのと、あとまあぶっちゃけここクソじゃねっていうねあのどっちやねんみたいな、まあ一応ネガキャン今されてるから、まあそれに対して追い打ちするのもちょっとあれなんで、イメージアップじゃないけども、こういうところは本当にやっぱいいよって、製品は出たけどもう本当にここ最高だよっていうのはね、ちょっと話していこうかなと思います。まあ普通にね、僕のレベル見てもらったらわかるんだけど、普通にやってます。めちゃくちゃやってます。まあもちろんね、めちゃくちゃやり込んでるぜと比べると、レベルまだまだなんですけど、普通に今 BF 上げてる他の実況者とほぼ同じぐらいレベル上げてるんで、COD やりながらでこれはね、もう普通にプライベートハマってるんだなっていう目で見てください。撮影時間よりプライベートで BF やってます。で、まあ一応ね、僕個人の感想は一旦置いといて、海外でも有名なメタスコア、ユーザースコアっていう、多分ね、その聞いたことある人も多いと思うんですけど、海外のレビュースコアってやつですね。はい、こちらが多分ここ最近の BF でもかなり低いってことで、ちょっと話題となっておりまして、メタスコアとユーザースコアが PS5 と PC だとこんな感じになっております。はい、おそらくね、海外の BF 勢はその PS より PC がメインだと思うので、ちょっとまあ PC をメインで見ていくんですけど、メタスコアが100点満点中73点で、ユーザースコアが10点満点中 2.3 点ということで、まあこれがねどれぐらいひどいかっていうと、 BF5 が PC 版だとこんな感じですね。まあ僕も当時の BF5 をそのメタスコアとかね、そういうのをリアルタイムで追ってたわけではないんですが、まあ今年は結構ひどい評価って感じで、で次は Steam ですね。こちらレビューの評価だと21,500件寄せられて、やや不評となっております。 BF5 は Steam 逆にこんな感じですけど、多分リリース当初ってこれよりひどくなかったでしたっけ。ちょっとなんか5の Steam 当初の、評価してる人いたらコメントくださいってな感じの、まあ評価なんで、まあボロボロですよね。でまあ一応なぜここまで荒れてるのかっていうのを、まあ軽く説明すると、意見としてやっぱ目立つのが、マップサイズが広い、マップがひどい、そのマップサイズを解消してくれるブレイクスルーは攻守でバランスがひどい、そのポイントもひどい、マップ広げるなら128にもいらない、 UI がひどい、武器バランスがひどい、乗り物バランスひどい、細かいバグからそもそもゲーム進行に関わるクソバグ、そして PS4 からは特定のモードがマッチしない、でポータルできないと武器種類が少ない、で武器レベル上げだとかそういったシステムだとかが今までの BF と比べてどうなのって言われてます。あとゲーム自体が重い、推奨スペックでもフレームレートが出ないみたいなね、大まかに今これらがよく言われてます。で、まあ、マップ云々だとか、武器バランスだとかは、正直、まあ、各プラットフォームだとか、その人の立ち回り、うまさで意見が変わるところだと思うんで、まあ、今回特に言及はしませんけど、やっぱ根本的にそのバグってところがやっぱ満場一致でひどいって言われてますね。だからこれ見てる人で、武器バランスだとか、設定回数、マップ云々は、実際にいろんな方の動画見てもらって、まあ、自分で合う合わないのちょっと決めればいいと思うんですけど、バグに関してはやっぱりね、まあ、僕もちょっとフルプレイスでこれいいのかってレベルで、まあ、そのゲーム進行に関わるバグが多いから、まあ、そこのバグが嫌だって人は間違いなく今買わない方がいいです。ただね、このゲーム、まあ何度も言う通り、まあ素材がね、すごい良くて、まあ単純に調理する味付けが失敗しただけなんですよ。もう本当にね、これが嫌いだって人もいると思うんですが、スペシャリスト、これがね、僕めちゃくちゃ今作、良くねって思ってて、味方と連携組んでる感がすごいあるんですよ。めちゃくちゃ楽しいんですよね。まあ、コンクリぐらいになるとちょっとわちゃわちゃするのであれなんですが、ちょっと少人数とかね、ハザードゾーンとかになってくると、本当にこのスペシャリストの恩恵というのがめちゃくちゃ出てきて、多分これはマップサイズちょっとちっちゃくして、人数うんぬん回収されれば、めちゃくちゃ楽しいんじゃないかなっていう。本当にまあ今後このスペシャリスト追加されなくても、まあ、当分この数で楽しめるんじゃないかなってぐらい結構濃いスペシャリストたちだから、まあ、まだまだやっぱ全然全キャラ使ってないんですよ。っていうぐらいすごいね、スペシャリストに関しては連携感があるし、僕はね、ハザードゾーンとかだったら全然ありかなっていう。だからもちろんその中にメタキャラだとかね、これとこれの組み合わせが害悪とかね、出てくると思うんですけど、まあ、それはなんかお祭り系としてはね、まあまあ、消化できる範囲だったら僕はなんか面白いんじゃないかなって思いますね。多分これに関しては、僕がコールオブデューティーので、そのヒーローみたいなスペシャリストっていうのが
すごい好きだから。とかまあ、Apex は今そんな感じじゃないですか。ね、そういう意味では、新規参入としてはね、その、スキルベースの FPS ゲームって言うんですかね。まあ、そういうところとしてはいい機能じゃないかなっていう。だから BF をね、それに求めるなっていう方もいると思うんですが、まあ、FPS としては僕はあんまなんかありなんじゃないかなって思います。はい。だとか、あと現地でカスタマイズができる。まあ、これもね、結構高く言われてるんですけど、まあ、何に対しても、これいいと思ったことに対して、これに対してアンチみたいな、その逆張りじゃないけども、ね、結構派閥があるわけなんで、何言ってもね、いやいやっていう方もいると思うんですが、僕はこのカスタマイズ、現地カスタマイズ機能っていうのが、結構やっぱ気に入ってて、っていうのはやっぱその戦場の中で立ち回りだとか、光線距離って変わってくるじゃないですか。その瞬間でこう、サイトをね、バイスコから等倍に切り替えて至近距離カットしていくとかさ、逆に遠距離になった時にバイスコつけて単発にパン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 ってやってキルするみたいな。これするだけですごい脳汁出るんですよ。で、それ以外もバレル変えて、遠距離対応だとか、で、サプレッサーつけてちょっと裏取りだとかね。もうそういうのができるから、まあそれが荒れる原因になるかもしんないけど、僕としてはね、もう FPS ゲームとしてはもうなんか新しい機能だなっていう。まあ多分別ゲーから多分これ持ってきたんだけどね。なんだっけ、なんかのゲームあったよね。僕が海外の PS4 ゲームでなんかカスタマイズできるみたいな、その機能多分ね、やってるから、まあ多分海外のね、そういうインディーズ系のゲームとかだったらこういう機能ってよくあったと思うんだけど、まあそれをこういう大手ゲームで導入したっていうのはね、割と初なんじゃないかなってぐらい、すごいいい機能だと思うんで、まあこれに関してはね、PC 勢もその PS 勢も楽しめるところなんじゃないかなっていう。例えばそのネタの鉄鋼弾みたいなあるじゃん。まあ実際僕もそんな使ってないかわかんないんだけど、まあ対人には効かなくてビークルに大ダメージみたいな、そういう対乗り物用の弾があるんだけど、そういうのもさ、普通は使わないけど、特定の立ち回りする人とか使うじゃないですか。で、あと、特定の場面で、やっぱ大人数だからこそ生まれる場面ってやっぱあるじゃないですか。この時にこのアタッチメントだったらめっちゃ便利みたいな、そういう場面っていうのがやっぱ大人数だからこそ、広いマップだからこそ起こり得るから、まあそういった意味で言うと、この現地でカスタマイズが変えられるっていうのは、いろんな場面があるからこそ、この機能ってすごいいいんじゃないかなって思うんですよね。で、やっぱ BF ってその、すごいガチガチでね、そのメタ環境とかなんかその、競技じゃないけども、いや、突き詰めていったらもうこれっていう風になっちゃうと思うんだけど、ただまあやっぱりそのお祭り感覚でやってる人もすごい多いわけじゃないですか、事実で言うと。だから、まあそういった意味ではね、そういう普段は絶対使わないようなカスタマイズとかも、まあチョイスされるから、ね、まあやっぱお祭りゲーとしては全然ありじゃないかなって思うんですよね。はい。だからまあそういうメタ的なところを除けばね、今後どの FPS でも取り入れてほしい、このリアルガンスミス機能かなって思います。あとまあ先ほど素材がいいって言ったと思うんですけど、やっぱりね、このゲームが出るって情報出て、で、PV とかも出たけど、めちゃくちゃ好評だったじゃないですか。まあそれこそね、久々の現代戦ではないけど、登場する銃火器がその何年かぶりの現代戦銃で、まあ、PV とかもね、その BF 全盛期のマルチみたいな、で、そういうユーザーが開発したようなネタプレイあったじゃないですか。バギー C4 だとかね、空中で乗り物降りて、バーンって対空してから乗り物戻るみたいな PV でめちゃくちゃみんな湧いたじゃないですか。うわーみたいな、かなり高評価高かったし、ね、期待したと思うんですよ。だから素材は良かった。ただそれを調理する開発会社が悪かった。味付けがイマイチだったってところだから、まあ、ここからね、その巻き返せば、その期待度の高かったゲームが丸々できるかもしれないわけですよ。まあ、それが多分ポータルになってくると思うんだけど、まあ、そこでね、今後、今はもうみんな武器レベル上げで、メインの方しかやってないけど、今後その、どうなってくるのか、またね、その運営がアップデート入れて、良くなってきてどうなるかっていう。で、実際なんかホバークラフトもなんか弱体化するって確か公式発表あったんですよ。だからもう現にね、その弱体化うんぬんっていうのは出てるし、ちゃんともう公式も動いてるから、確かに今の出来はね、バグ含めて、まあ、バランスだとか色々と言われてますけど、まあ、今後ね、絶対良くなるから、僕はね、買っといても損はないゲームなんじゃないかなって思います。はい、ただね、その、PS4 だけはちょっとね、クロスプレイができないから、まあその、ポータルでもしかしたら神ゲーになったりとかすると、やっぱちょっと蚊帳の外になっちゃうから、PS4 ではちょっとね、より注意深く見ないと厳しいかなっていう。ただゲーム自体だとか、その64人で、狭いマップでわちゃわちゃ打ち合えてるらしいから、そこの点においては、全然ね、その PS4 でも、BF204 にありかなって思います。はい、ラグだとかほんとなくなってるんでね、そこに関してはね、全然遊べると思いますし、まあちゃんとね、ゲームとしては機能してるとは思うんですけど、ただね、ちょっと僕思ったのが、武器の種類少ないなっていう、一応ね、ポータルの、武器の種類が、はい、こちら。まあ、こんな形でめちゃくちゃあるんですよ、ポータル。ただね、やっぱり今メインがみんなさ、その近未来の方やってるじゃないですか。まあ、武器レベル上げとかね、プレイヤーレベル上げとかでやってるんだけど、やっぱポータルメインなんないと、やっぱこっちの近未来だけだったらちょっと数少ないよなってなっちゃうから、まあ、多分今後ね、追加武器とかアップデートで全然来ると思うんですけど、まあ、どれぐらい追加されるかっていうその数もそうだし、で、今後ね、そのユーザーがどっちに傾くかじゃないですか。で、どっちに傾くかでアップデートも多分運営入れてくると思うんですけど、そこのね、例えばもう、普通の方やんね、みんなポータルこもっちゃったってなった時に、ポータルアップデート入れないと、ね、多分衰退していくし、逆に、ポータルは衰退した、もうみんなメインの近未来の BF204 にやってるってなったら、そっちでね、アップデート入れないと衰退するから、まあ、そこをね、運営がどう察知して動いてくれるかですよね。まあ、すでにそのポータルこういう風にアップデート入れるよとか出てたら申し訳ないんですが、まあ、現状やっぱり、まあ、武器の種類とか見てても、もうちょっと、もう一声欲しいな、みたいな。で、アップデートどうなるかなっていうところの不安と期待があるから、まだまだね、
このゲームがその将来的にめちゃくちゃ良くなるとは思うんだけど、間違いなくこれ以上落ちることはないと思うんだけど、今までのその BF みたいな形で後半でアップデート重ねて良くなっていく BF みたいな、1年後に神ゲーなる BF みたいな、そうなってくるかって言われるとまだまだ予想がつかないところかなって個人的に思いました。はい。ただまあすでにね、先ほども言った通り修正武器バランスじゃないわ、ビークル超えて弱体化するよって言ってくれてるし、あとゴムラグっていうね、引っ張られるんですよ後ろに。あれは重いのか仕様なのか知らんけど、なんかモーションセンサーが重いんだっけ、近接センサーが重いからなんかバグってたみたいな、負荷がかかってたみたいな話だったらしいんだけど、まあそういうのもすでに修正されてね、良くなっていってるんで、まあ運営のその手腕じゃないけども、そういった片鱗はね見せてるんじゃないかなと思います。はい。だからね、今まあネガキャンですごいいろんな YouTuber が叩いてるけど、まあ、僕は全然買ってもありかなって思います。1ヶ月後ぐらいに1ヶ月後かいってツッコミ入れる方いると思うんですが、ただ今は本当にねバグでまともにゲームができない時もあるから、蘇生バグとかね、途中抜けしないといけないとか、もうパーティーメンバーに謝ってごめん俺このバグ起きちゃったから抜けてくんないみたいなザラにあるんで、クラッシュとかも全然あるんで、まあそれさえ治ったらね、本当にまあまあある程度遊べるゲームかなと思いますので、それさえなくなったらぜひとも買ってください。はい。ということで今回ちょっと BF2042 のレビュー動画でした。よかったらね、ちょっと皆さん思うところあれば、逆にいやいやちょっとこういう意見だと思うんですけど僕はみたいなあれば、ぜひぜひ書いてください。はい。ということでこれからもね、BF2042 だとかコールオブデューティの動画ね、ガンガンと上げていこうかなと思いますので、もしよろしければ通知が届くようにチャンネル登録高評価よろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。